チャレンジカップ開幕戦 SS クラスに出場される勝永選手と神戸選手です。こんにちは。こんにちは。タイトル前ですが、今日の調子はどうですか？昨日ちょっと調子悪かったんですけど、今日はだいぶ良くなりました。昨日ちょっと練習できなかったんで、ぶっつけ本番なんで、ちょっと頑張りたいと思います。頑張ってください。では、今回 のレースの目標を教えてください。まあ、できればトップに行きたいと思います。はい、頑張って優勝したいです、はい、頑張ってください。では最後に、チャレンジカップというレースなので、今年チャレンジしたいなと思うこと、何でもいいので一言お願いします。いや、もう優勝しかないですね、表彰台の真ん中で。はい、頑張ってください。はい、自分もまだチャレンジで優勝してないんで、優勝したいです。頑張ってください。ではスピードレーシングのお二人でした。ありがとうございました。さあ、現在 SS クラスフォーメーションラップが行われております。さあ、各車タイヤを少しでも温めようと、右へ左へカートをウェービングさせながらフォーメーションラップ、まもなく隊列を整え出すでしょう。さあ、 SS クラスの決勝ヒートは15ラップで行われます。ポールポジションの山下選手が逃げるか、もしくは2番手の神戸選手が仕掛けるか。しかしながら、今日1日を見ているとイン側のスタートかなり有利なのかもしれません。アウト側スタート唯一ですね、先ほどの S クラスではアウト側の選手がなんとかそのまま2番手に、キープ2番手をキープするというレースでしたが、やはりイン側の方が有利なのかなといったところです。さあ、フォーメーションラップ、モナコヘアピンからメインストレート、ショートカットを使って戻ってきました。メインストレート上のレッドシグナルがブラックアウトでレーススタート。さあ、綺麗なスタートが決まった。トップの前傾6番山下選手はキャブレターをいじりながら絶妙なスタート。さあ、山下選手がホールショットを取った。2番手には勝永選手ですかね、前傾5番勝永選手がイン側スタートの有利、イン側スタート有利、これをうまく生かしてどうやら2番手に上がった模様。やはり新東京サーキット、イン側が有利か。さあ、アウト側の神戸選手は3番手を走行しています。さあ、神戸選手はですね、この6コーナーで激しいレイトブレーキング、ここでも見せてますね、白煙を上げながらブレーキロックをさせながら激しいブレーキングで6コーナー進入。さあ、トップでオープニングラップ帰ってきたのがゼッケン6番山下選手。山下選手はしきりにキャブレターを気にしている模様だ。少しでもエンジン俺のエンジン、おたけびを上げてくれ、そう言わんばかりにキャブレターしっかりと調整をしながら1周目2周目に入ってきました。さあ、トップを走行しているのがゼッケン6番山下選手、そして2番手に上がったのがゼッケン5番勝永選手、3番手にはゼッケン4番神戸選手、少し離れてゼッケン8番丸島選手が4番手、そしてここ5番手に上がってきたゼッケン9番岩田選手が上がってきた。真っ白のヘルメットに黄色いカート、これがトレードマーク、岩田選手が5番手に上がってきました。さあ、前傾をして5番手からさらに順位を上げよう、そういった動きか岩田選手。さあ、再びトップに目を戻してみましょう。トップを快走中はゼッケン6番山下選手、唯一40秒台、この前の週ですね、唯一の40秒台はトップを走る山下選手、その後ろ2番手勝永選手、少しトップと離されだしたが後ろを気にしている模様。2番手にはゼッケン5番勝永選手、3番手にはレイトブレーキングが持ち味だゼッケン4番神戸選手が3番手、その後ろ少し離れてゼッケン8番丸島選手、
私の記憶が間違っていなければ丸島選手はハーバーサーキットでも去年かなり上位に食い込んでたんじゃないかなと思います。実は僕もハーバーサーキットちょっと行ってランキング見たんですけど、ここでは言えないぐらいの順位でした。私はさあトップを走るのが山下選手、山下選手がトップを快走中。2番手には勝永選手、4コーナー縁石をジャンプするようなアグレッシブな走りで抜けてきた勝永選手。さあその後ろ4番神戸選手はタイヤスモークを上げるブレーキングが見ものだ。6コーナーやはりタイヤスモークを上げた。そして4番手には丸島選手、しかし岩田選手モナコヘアピンで仕掛けた。4番手に岩田選手が上がった。綺麗なパッシングだ。さあそうすると5番手には丸島選手、5番手にドロップ、順位を1つ落とした。さあ SS クラス、これどの場所でもですねクリーンで楽しい、見てるこっちも楽しめるバトルの展開。丸島選手と岩田選手また2コーナーで巻き返した。さあさあどうなるんだこの4番手争い、なかなか面白いぞ。4番手にはゼッケン8番丸島選手。さあ神戸選手その前2番手に上がった、神戸選手が2番手に上がった。しかしクロスで勝永選手がすぐに抜き返す。これぞ新東京サーキットのバトル、これぞバトルだ。さあ勝永選手が2番手、3番手には神戸選手。さあ神戸選手1コーナーでインに飛び込むか、インに綺麗に飛び込んで神戸選手再び2番手。さあ2番手争いしばらくちょっと注目だ。2番手に上がったのは神戸選手、3番手にはゼッケン5番勝永選手となっている。さあトップこの月山下選手は2番手争いの間ググッと大きく差を広げた。さあ神戸選手の6コーナーの白煙を上げる激しいブレーキ、おっと挙動を乱した。ちょっと自らハードブレーキングで挙動を乱したが、ここはなんとか持ちこたえた。3番手にはゼッケン5番勝永選手、少し間隔を上げて4番手にはゼッケン9番岩田選手が上がってきました。その後ろ5番手にはゼッケン3番木闇選手がつけている。さあどの場所でも面白い見応えのあるバトルが展開中。さあトップを走るのがゼッケン6番山下選手、その後ろ2番手争い神戸選手が2番手、3番手にゼッケン5番勝永選手となっています。さあ神戸選手この後どうするか、逃げ切れるのか、勝永選手は仕掛けたい。さあゼッケン4番神戸選手対勝永選手、この後レース中盤戦どうなってくるのか。そして少し間隔を空けて4番手にはゼッケン9番岩田選手がつけています。そして5番手にはゼッケン3番木闇選手、6番手にはゼッケン8番丸島選手となっています。さあ SS クラスの決勝ヒートは15ラップで行われております。現在8周目、レースも折り返しになりました。さあ山下選手はこれはですねチーム員本人もちょっと余裕が出てくる頃ではないでしょうか。ここでねあとはペースを落とさないように40秒686という前の週のラップ素晴らしいタイムで走行中。さあこのままペースを守っていけるか。2番手を走るゼッケン4番神戸選手は40秒999、やはりトップを単独で走る山下選手のペースが速い。そして3番手の勝永選手は41秒125というタイムです。そしてその後ろゼッケン9番岩田選手はやはり40秒台で追い上げている。勝永選手に追いつけるか。さあ岩田選手追い上げスイッチが入ってきている。間隔が明らかに迫ってきた。バックストレートも前傾している。なんとか前に追いつきたい、そういう気迫の走りだ。5番手にはゼッケン3番木闇選手も来ている。木闇選手は前に追いつけるか。さあトップのゼッケン6番山下選手は10周目に入りました。その後ろ神戸選手も10周目、3番手にはゼッケン5番勝永選手がつけている。4番手にはゼッケン9番岩田選手が上がってきている。さあ岩田選手もこの週もベストラップですね、この週のベストラップ40秒62に素晴らしいタイムで追い上げモードが来ている。これぐらいのね4番手走る岩田選手前に追いついてくるとスリップストリームやはり効いてくる頃ではないか。タイムペース的にもぐんぐん上がってくる、明らかに感覚が近づいてきた。さあこのね4番手3番手付近この辺の争いがちょっと面白くなってきそうですよ。3、4番手争いが面白くなってきそうですよ。さあ一気に上位陣のペースが上がってきた。
上位4台が40秒台に入っている。やはりこの辺は追い上げられている感じがつかめてきたか。さあ岩田選手2コーナーで仕掛けて、3コーナーは因川有利、岩田選手。さあトップ山下選手、2番手神戸選手、そして3番手に岩田選手が上がってきた。岩田選手後ろを気にしない、とにかく前しか見ていない。この辺ね、前を見るっていうのは結構大事なポイントですよね。レースで後ろを気にするとやはり後ろに行ってしまうっていうパターンが多いので、この辺岩田選手はしっかり前を見つめて走っているか。しかし山下選手トップを走る、山下選手はペースが速い、届くか。12周目に入った。2番手を走る神戸選手、神戸選手も落ち着いた走りで走っている。落ち着いた走り、神戸選手が現在2番手、そして3番手には岩田選手が上がってきました。最後尾スタートからここまで見事な追い上げ。しかし山下選手は速い、単独でこれだけ大きな差をつけてトップを走行中。2番手神戸選手はバックストレートで後ろを気にした、追いついてきたぞと、それを察知したが、神戸選手はバックストレートで後ろを気にした。さあ岩田選手もそろそろどこで仕掛けるか考え始めているであろう。岩田対神戸選手、神戸選手守れるか、岩田選手は仕掛けるか。さあ現在トップは山下選手、このね2番手付近の争いをしているので、山下選手はかなり有利な展開。このままどうやらトップ守りきれるか。残り周回数が3周。さあトップを走る山下選手は、キャブレターに手を当ててエンジンの調子を上げています。さあ神戸選手、やはりここ6コーナーハードブレーキング、白煙を散らしながらクロスラインを防ぐ、抜かさせない、クロスはさせないぞというラインで、絶妙なライン、神戸選手のが1枚上手か。さあ3番手の岩田選手、仕掛けどころを変えないと6コーナーはもう手の内がバレているぞ。さあ6コーナーバレている。さあ14周目に入った、残り2周です。さあこの2番手争い、さらに始まっているので、山下選手、トップを走る山下選手は有利か。さあ岩田選手仕掛けた、イン側で立ち上がってきた岩田選手、2番手岩田選手。さあしかし神戸選手、レイトブレーキングが見せ場だ。アウト側から神戸選手行くが、さあここは無理はしないか。さあ2番手岩田選手、3番手神戸選手。さあ山下選手トップでファイナルラップに入りました。さあファイナルラップ2番手争いに注目です。守る岩田選手、攻める神戸選手、どうやらトップは安泰だ、山下選手が安泰のようだ。さあ2番手争いが注目だ。6コーナー仕掛けるか、神戸守る岩田。さあイン側に行った、神戸選手はアウト側からだ、岩田インアウト神戸。さあその隙を突いて勝永も仕掛けた、勝永が来た。さあ岩田選手インを守る、モナコ2番手で通過、トップでゴールしたのは山下選手。さあ2番手に入るのは誰だ、ゼッケン9番、岩田選手が制した。そして3番手には神戸選手が入りました。4番手にはゼッケン5番、勝永選手、5番手にはゼッケン8番、丸島選手、6番手にはゼッケン2番、福島選手となりました。2番手争いは非常に面白かったですね。さあ速さを見せつけた優勝はゼッケン6番、山下選手です。さあメインスタンドで観戦の方、この完全な優勝を決めた山下選手、そして激しい2番手争いを制した岩田選手、また各ドライバー大きな拍手で迎えてあげてください。おめでとう山下選手。もう完全優勝、チャレンジカップ開幕戦 SS クラス見事に優勝された山下優選手です。こんにちは、おめでとうございます。今日のレース点数にしてみるとどのくらいですか？とりあえず80点くらいですね。マイナス20点の理由は？NTC カップに向けてちょっとセッティングがあまり出なかったので、はい、その辺がちょっとマイナスですね。はい、じゃあその80点という高得点の理由を教えてください。やっぱバトルなしでぶっちぎって1位に取れたことですね。では最後にカメラに向かってレースをご覧になった方々に一言とそのお気持ちを体で表現してみてください。体ですね。はい、ではまず一言お願いします。NTC カップ表彰台乗りに行くんで、よろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、でお気持ちを体で、せーの、
ありがとうございました。山下伝説さん。さあ、もうちょっと撮ってますね。大丈夫ですか？大丈夫です。待ちますよ。はい、OK。おめでとうございます。